ライスターフェルライスターフェルとは、オランダ式のご飯と何十種類のインドネシア料理のおかずを皿に持ってテーブルに並べたもの。オランダ語でご飯のテーブルを意味する。現代のオランダでは、ライスターフェルのおかずは17種類、あるいは24から30種類。各地のインドネシア料理をビュッフェとして出す、またはコース料理として食べる。植民地時代に、 インドネシア在住オランダの親主が彼らの豊かな暮らしを反映し、食卓にご飯と何十種類以上の料理を出した。オランダへは17世紀にアムステルダムの富裕層が紹介した。鳥皿に好きな料理を少しずつサンプルして食べる。1920年代から1930年代にかけてバタビアの高級ホテル、ホテルデスインでは日曜日ごとにライスターフェルを出した。 食堂の客は大半がオランダ農園主と商人であった。オランダ植民地時代の終焉とともにライスターフェルは途絶えてしまい、現在のインドネシアでは高級レストランやホテルが観光客向けにライスターフェルを再現する。サンバル類はサンバルカチャン、サンバルゴーレン、サンバルバジャー、サンバルレなど、飲み物もブドウ酒やジンなどのアルコール飲料を出す。 コース料理の代表的な前菜は、ペンペ、ルンピアスマラン、スープは、ソトアヤム、ラオン、メインコースはさて、アヤムタリワン、ウダンゴーレン、スムルタフ、デザートはケーキ、ピサンゴーレン、スライスフルーツ、伝統料理を味わう。ありがとうございます。